京都のとあるホテルに勤務するベルボーイベルボーイはホテルにおけるサービス業の一つベルホップやベルマンベルスタッフなどとも呼ばれている女性の場合はベルガールなどと呼ばれるホテルにおいて宿泊客がチェックインもしくはチェックアウトする際に客の荷物などを部屋やロビーまで持ち運びし案内することを業務としているそれ以外にも客室や非常口などの設備の説明 タクシーの手配も行うなど、基礎的なコンシェルジュとしての役割を果たす場合もある。原則として、ドアマンなどと同様にケピボー等の制服の着用が義務付けられている。呼び名の一つである、ベルホップという名称は、荷物を持ち運びさせる従業員を呼ぶ際に、カウンターにあるベルを鳴らし、そのベルが鳴るたびに、手空きの従業員が飛ぶようにやってきたことに由来すると、されている。 歴史的にこの仕事は新人ホテルマンの登竜門であるとされている。業務に就く上では客にとっては最も身近な存在となるのでホテル全体に関する知識や接客技術全般、豊かな社交性、気配りのうまさなどが必要不可欠な要素となっている。またアメリカ合衆国やヨーロッパの大部分の国々では日本とは違い彼らに対してチップを渡すことが 慣例となっている。ありがとうございます。